物価の高騰がなかなか収まらない今、家電量販店ではドラム式洗濯機が、市場価格としてはだいたい30万円前後のところがございますので、それが今8万8000の税込みで。なぜこれほどの格安で販売されているんでしょうか。その秘密を解き明かすキーワードが再利用です。パナソニックは先月10日に開いた会見で、検査済み再生品、リファービッシュ品の販売ラインナップや定額利用サービスを拡大すると発表しました。リファービッシュとは回収するという意味で、初期不良などで製造会社に返品された商品を修理・整備した製品のことを指します。今回新たにラインナップとして追加されたのはミラーレスの一眼カメラや冷蔵庫などで、今年9月には電子レンジや炊飯器なども加わり、10のカテゴリーでサービスを展開する方針です。パナソニックによりますと、リファービッシュ品として提供される商品は通常の洗濯機や冷蔵庫と比べて2割ほど安く、1年間の保証もついているため安心して利用できるといいます。静岡市清水区にあるこちらの家電量販店では、不要になった家電を再利用する取り組みを行っています。こちらリユースコーナーでございます。一見普通の洗濯機に見えますが、こちらに並んでいるのはすべて中古品。店では一度使われた洗濯機や冷蔵庫などの中古品、いわゆるリユース家電を取り扱っているんです。性能がかなりいいモデルがお安くなっておりますので、お求めやすいとは思います。お仕事都合で例えば1年間もしくは2年間だけ単身で暮らすようですとか、これから新生活で一人暮らしで大学生の方々だったりとかっていうのが多いのかなと思います。家電は各店舗で買い取られた後、一旦自社工場に集められ、部品を分解して洗浄されるほか、複数の点検を経て全国各地の店舗に並んでいます。リユース家電の最大の特徴は、何と言ってもその安さ。例えばドラム式洗濯機は通常30万円前後が相場だといいますが、店頭に並んでいたリユース品はなんと10万円以下で購入できるのです。さらに大手メーカーのこちらの洗濯機、新品がおよそ9万2000円であるのに対し、同じモデルのリユース品はおよそ2万6000円。値段は新品の半額以下と驚きの安さです。こうしたリユース家電への注目が集まっているのは、環境配慮への意識の高まりだけでなく、近年のある事情が関係しているといいます。物価高騰におけてやっぱどうしても買いにくくなっている家電が多くなっていると思いますので、そこがやっぱこの安価な価格でお求めできるっていうところが大きいのかなと思いますね。お考えいただいた商品が思った金額と間違ったりっていうところもあると思いますので、そこの部分でご提案の一つとしてリユース品を紹介させていただいております。出費がかさみがちな今こそ、再生された家電製品をうまく活用してみてはいかがでしょうか。